エンジンプロジェクト YouTube チャンネル。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。山田恭です。草津亮乃です。中林斗衣です。さあ、いよいよ幕を開けたステージクリエイトプロジェクトエンジン、イエーイ。皆さんと一緒に盛り上げていくんですが、現在ファースト公演のステージテーマ、縁から連想するものを皆様から募集させていただいております。そして前々回前回に続き、今日は僕ら3人のイメージする縁を発表します。イエーイ。僕がイメージする縁はこちらです。じゃじゃん。こちらは、僕が所属することに決まった、吉本興業会社の、ニコちゃんマークです。イエーイ。そうですね、皆さんをもっと笑顔にしたくて、それともっと皆さんに楽しんでもらえるようなステージを作れるように頑張りたいと思っているので、どうかよろしくお願いします。イエーイ、ニコちゃんマーク、イエーイ。そうですね、やっぱその明るさを出して見てる人にも伝わるように、すごい、うわ楽しい、すごい、うわ面白い、かっこいい、うわみたいな感じでこう笑顔にさせたいです。浅いな。浅いな。浅い。浅いな。浅いか。なんだろうな、見てる人を笑顔に、でやっぱ自分かと具体的に言うと、笑顔か、歌って踊って、うん、歌って踊って、なんだろうな、そのキラキラしてるところを見せて、なんか一緒に僕たちも楽しいし、その見てるファンの方もすごい楽しいし、みんなで笑顔になろうということで、こちらにしました。絶対 OK じゃない。あ、大丈夫ですか。僕が縁で思い浮かんだのはこちらです。お、地球です。理由は、地球という惑星に、僕たちや皆様が生まれて、こうやってつながれたということと、うん、あとこのエンジンというプロジェクトを日本の方だけではなく、世界のいろんな人方に知っていただけるようにという意味を込めて地球にしました。これは人間です。人くぐりした人間です。そう、みんなで一つっていう感じです。みんなで一つ、はい、素晴らしい、はい。僕はやっぱり縁といえばこれです。おお、満月です。満月、はい。さっきメンバーに小学校の教室の後ろに貼ってあるなんか絵みたいって言われたんですけど、確かに。そうですね、満月が人々を照らすようにステージ上で僕たちエンジンが皆さんを照らして魅了させられるような意味を込めて満月にしました。オッケー、かっこいい。なるかっこいい。ありがとうございます。以上です。こんな風にあなたにとっての縁を僕たちに教えてください。エンジン公式ホームページから理由も合わせてご応募ください。投票期間は6月28日日曜日23時59分まで。いよいよあと1日です。僕たちとあなたでエンジンを組んで新たなエンターテインメントを生み出しましょう。よろしくお願いします。